たいなスペースがあるんですよ。そこでみんなでじゃあおつまみ出してじゃあここ でなんか自然と俺あと後輩さんにで美和さんに背中を打ってる形で美和さんが一人こっちを見てるみたいなフォーメーションで自然となんかなってと思いながらじゃあビール出しな動き出したし乾杯しようかーとか言ってパッて美和さん見たら美和さんが自分だけの駅弁一個と自分だけのロング缶のビール一本持ってんですよ。うわ今からみんなで行くんですよ。大先輩ですよ。美和さんが自分の分だけ買った9時半に集合したら買いに行ったおつまみと大量のお酒のお金出さなあかんからホームに逃げてたんですよ。それ出すの嫌やからマジで美和さんマジっすかよ。いいんだよお前。いやいやいやこれおつまみとお酒これ俺と半々にしましょうね。うるせえんだよお前。稼ぎがある程度超えたやつは後輩でも全部払うんだよ、ね。わけのわからんクソ名言だよ。え、マジっすかって言いながらこって俺もう飲んででもまあそうは言いながらも楽しいなあ言ってたらもう麺と食い終わってなんかつまみあんのかよポテチ的なのなんかねえのかよって言い出して後輩ももちろんいっぱい買ってきてる気ぃ使ってありますよってポテチどこのポテチだからこれですよ。やっぱポテトチップスはカルビーだよなって言って自分が CM に出たもんやからこのカルビーの CM の話をしたいんですよ。後輩ももちろん美和さん気あるポテトチップスじゃあカルビーやる気ぃ使って買ってみんなこうやってシェアしながら食べてる中後ろで美和さん一人でポテト作んだから見えるとおじさん飲み終わって違うのくれよって言って飲んでるんですよ。でまあまあ楽しいしまあまあええわって思ってたんだ。そこに俺らだけですよ。俺らだけのところにそこにウィーンって入って髪の毛もうほんと黒髪のこうくくった小豆色ですね。ベージュのズボン、あのなんかどこのメーカーのスニーカーっていうか茶色い靴流通センターとかに持ってるような感じのスニーカー履いてあるもう全くのドスッピンの55歳ぐらいの女性がねストロングゼロのロングガンを2本持ってでこれあのバカにしてるわけでもなくてね本当に俺もう誇張ゼロですよその人ね。俺のモノマネのスキルがもっと高かったらもっと伝わるんですけどマジでもうえっもう島津さんの横座ってサンライズカラーなんです。サンライズ色と同じ色取りなんですよ。なるほど。
サンライズエグモとペアルックでこうやってデートしてるんですね。どういうことです。なあ、そろそろ俺たちあの会議あるからな。もうそろそろあの会議があるんでね、すいませんね、ほんと。この人があんまり喋りかけてくる前から帰らそうとするわけ。いや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 、芸人としてこんなに面白い人がやっと来てくれたわけ。なんで帰らずと。はぁ、会議って何ですか皆さん。何の会議ですか。会議なんかしませんよ。あ、大丈夫ですか。私は本当にこんなに乗り心地のいい新電車、本当にちょっと待ってください。 D モーターをすごいっすね。全部分かったんですよ。サンライズエグモのこと。なるほど。あの新宿湖って湖、あれってどっちで出るんですかって。新宿湖は6時28分にこちらから見えます。こっちもこっちも入ってるんですよ。さっきから二刀流ですねって言ったら、そうなんです、まるまる人生もあの路線とこの路線の二刀流なんですって言って、全部電車で会社あるんですよ。めちゃくちゃ電車が多分。ほんならもうしばらくしたら寄ってきました。どうかです。あー酔っ払ってきましたって言って、あそうですか、私もう一つ好きなものがあるんで。おうおう、なんすか。私耳フェチなんで。なんか展開変わってきたぞ。耳フェチなんですか。そうなんです、私耳が大好きなんです。あ、言うてるわ。そうでもここには5人10個耳ありますけど、どの耳が一番好きですか。選びません。皆さん本当に素敵な耳されてます。皆さん一番です。いやいや、そういうのを選んでください。いや、選びません、選びません。酔っ払ってきましたって言って、三浦さんの耳ずっと見て、この耳が一番好きですって言いました。はいはい、三浦さん、よかったですよ。三浦さん選ばれましたよ。耳どうしたいんですか。耳をしゃぶらせてください。来た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 。耳をしゃぶらせてください。酔っ払ってきました。耳がしゃぶりたいです。三浦さん、しゃぶってもらえないよ。三浦さんが、あれ何言ってんだよ。どうしてんだよ、帰ってくるわよ。すいません言って帰ってもらったんですよ。いやいやいや、このしゃぶった向こうにめちゃくちゃ大きい笑いがあるのに、目の前でめちゃくちゃ面白いことが起きるのに、シャッター閉めたんですよ、あの人。何してんすかって。何なんだよ、お前。変なスイッチ入れんじゃねえよ、って。いやいや、芸人、あんた、芸人としてマジですか。クソやな、でもいいんだよ、つって、出雲大社ついて、エマに、今たまたぞ、R1 優勝できるか。うちの親父の話になるんですけど、僕あの小学校2年の時に信州の新穂高かなんか初めて家族旅行で行ったんですよ。で結構冬の1月後半ぐらいで、まあ、雪も積もってて、で夜に親父が露天風呂行こうで露天風呂行ったんですよ。ほなもうやっぱ木とか埋まってるんですよ、もう雪景色で。でも雪をこう雪かきみたいにして食べたこう山がこっもりあったんですよね。ほんで親父を使ってて、もう暑いから子供が暑いから出ようと思ったら、もう親父にバッと「あかんあかん、まだまだ」って言われて、それが3回ぐらいあって、ほんで「もうお父ちゃんあかんわ、それがこれがその時の楽しみはこれや」言うて親父が立ち上がって、その雪山にバサッて行ったんですよ。ほんな凍っててツルツルになって血まみれになって、ほんで温泉でのぼせてるからほんまに「痛い痛い痛い」って言われて、親父が寄ってくるもんやから怖くて怖くて、もう血まみれです、ほんまに。
っこ悪いなカチガチに凍ってて、また斜面がずっと行ってかっこやろ、絶対話になってないわ、もう難しい、そうですねよいしょで、出発3分前ですかね、コンコンコンってホームの方から、はい、ノックするんですよ、はい、パッて見たらおばはんなんですよ、はい、でおばはんがなんかそのあんまり声聞こえないんですけど口動きを見たら、さんまさん見てる、挨拶しなさい、そんなことを言われたら、ま、自分のマーガーじゃするよそんなもんなんで急に君発信で俺が解かなかったんだ、俺はさんまさん関係、さんまさん関係ない、俺とお前の戦いだよ、そんなもん俺はだったから聞こえるようにしたんですよ、はい、あ俺もそうするかな、はっ、熊田さんまさん挨拶はと、でその後にショットガンの説明があって、このショットガンは昔はこの辺にサメが出たんで、それを倒すように使ってたんですが、今はもうこの池はもう平和になったんで、このショットガンを使うことはなくなりましたとか言ってたら、あのジョーズがわーって出てきて、でジョーズが出たらお姉さんが慌ててこのショットガンを取ってバン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 って撃つんですけど、全然弾が当たらなくて打ち損ねてタンクの方飛んでいって、タンクに弾が当たってタンクがドカーンって爆発する、まあジョーズの中でも一番のこう見せ場のシーンがある。でも実際それは弾が飛んでってるわけじゃなくて、まあ、このタンクの爆発に合わせてお姉さんのショットガンを阻止を向けてるというだけの話で、一回行った時にジョーズ普通に乗ったら、まあお姉さんの挨拶があってこんにちはこんにちはって言って、でまあショットガンの説明があって、でもう今使うことないんですよとか、あそうなんですかって言って、でジョーズがうわーって出てくる。ほんでお姉さんが慌ててこうショットガンを取ろうとして引っかかって、なかなか取れないんです、このショットガンが、止め金かなんか引っかかって、このショットガンがなかなかガチャ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 やって、でもこっちも爆発の時間がもうそのままやばいやばいってこうやっても、もう爆発の時間が迫って、やばいやばいって結局これ諦めて手で飛んでやって、ドワーッお母さんの生理用品
あのタンポンっていうものを、それをほら開けてくれってわーって友達に言うてるんですよ。でどうしたって言ったら、いやここにな袋いっぱいあったから開けたらなこれ出てきてんって言って、これもしやダイナマイトやでって言う。紐もあるから。うわー言うて、うわー言うて、よっしゃ、ここにな、この、ここにいっぱいあるねって言われて、見たら確かにその袋いっぱいあるんですよ。いっぱいあるわ。ほんで、子供ながらに、僕お母さん、ものすごいヤバい人になってて、お手伝いから、これ、もう黙っといてって、あの友達に言わんといて、学校では言わんといて、結構人気者の子やったんで、言わんといてって言っても、いや、それでも、よっしゃ、これは、あかんことやと思うでみたいな言われて、絶対ほんま泣きそうですよ。あれがあかんことやと思うで、これあかんことやと思うで、正義感がね。本当にお願いって言ったら、じゃあほしたらあの、これ一個くれたら黙っといたるって言うんですよ。一つ、はい、なんか新たな展開だな、はい、でその数見たら袋、それはちっちゃい小袋いっぱいあったんで1個ぐらいなら大丈夫やと思って、うん、じゃあこれいいよこれ持って絶対絶対言わんとねえな、分かった絶対言えへんって言って帰って行ったんですよ。でもその日ずっと不安で、妹がいてるんですね。でも妹に言おうと、もう帰ってきてご飯食べてる時もおかんが怖いんですよ。ああ悪いの、悪いおかん、悪いおかんで、妹にちょっと来てで、こうこっそりみんなトイレ連れて行って、この袋の中何か知ってるって、え、知ってるよって、お前知ってたんか、ダイナマイト持って爆弾持ってるよなって言ったら、もうその妹はやっぱ知ってたんですよ、女性なんで、これは違うよお姉ちゃん、これはこういうこういうもんで、女の子には私もあんま知って、女の人には必要なもんで、そういうことだよって、ある程度こうダイナマイトじゃないっていう説明を受けたんですよ。ほんでうわーよかったーって、あーそれはもう忘れてたんですよ。で僕小学校5年生の時にその学校、隣町の学校に転校しても、でも少年野球はその学校の地域の野球入ってたから、いろいろ情報が入ってくるんですよ。で全然忘れてって、小学校6年の時にその少年野球行ったら、あ、おっしゃん、すごいことがあってんで、何って言ったら、その1個あげた子が、あのな、あいつなって、なんかこう、授業中先生にわーって怒られた時に、火のついたタンポン投げようって。